あの床が破損したと万博協会言ってるんですけど、床と天井が破損してるって消防署は記録しています、事故を隠してやっておりますので、この万博は中止せざるを得ない。そしてこのような状況のままでね、進行しているのが子どもたちの遠足です。火災発生しているとこ、こトイレ塔が爆発したんですけど、このエリアで休憩所があって、ここが子どもたちの休憩所やっていう話 で火事の誘致にあたり万博も呼び込むことで国のお金、そして、まあ、それ国民のリソースですよね。だからずっとメタンガスがこの場所でも出るし他でも出るんですね。むちゃくちゃな場所なんです。もうそもそも中止するしかないんです。皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今回は5月22日の内閣委員会で万博中止を訴えてくださった大石明子さんをご紹介したいんですけど、僕から言わせていただくと、そもそも未だに万博が中止になってないことが不思議でならないくらいに、もうやっちゃダメな理由が十分すぎるほどに揃いすぎてますよね。大石明子さんが万博を中止にしてくださいと言わなきゃならない現状がすでに狂ってると言いますか、能登半島大震災の時点で万博に予定されていた全てのリソースは被災地に向かわなきゃいけなかったんですよね。普通に考えたら1月1日の時点で万博は中止なんですよ。そこに加えて3月28日の万博会場内でのメタンガス爆発、万博協会がメタンガス爆発についての情報を出さないがために大阪市民が情報公開請求したことで、万博協会が工事業者と口裏を合わせてメタンガス爆発の被害を小さく見せようと画策していた真相が、この大石さんの質疑当日に大石さんにそういう情報が入って、まだ大石さんが情報をまとめきれてないままに大石さんから明かされるんですよね。大石さんもきっと予定していた質疑を急遽質疑直前に組み立て直したりだとかして、すごく大変だったと思います。そんな万博協会の臭いものに蓋をするカオスの中、5月末締め切りで子どもたちへの遠足の申し込みの催促を大阪府が行っているようで、あまりにむちゃくちゃな現状を説明する大石さんを見ていて不謹慎にも笑ってしまってですね、ここまで来るともはや喜劇だなっていう感じがしてきてしまって、加えて夢島にカジノを誘致して国民のリソースを使って万博とダブルで儲けたい目的も背景にあるっていう、本当にもういい加減に万博もカジノも中止一択しかないことを再認識できる大石さんの質疑を、それではどうぞ。次に大石明子君。はい、大石明子君。はい、令和新選組の大石明子です。先ほども山岸さんの質問にもありましたけども、この3月28日、まあ、もうおよそ2ヶ月前となりますが、大阪万博の会場内でのメタンガス爆発について、これ、まあ、もう2ヶ月前になっていますけれども、数日前からマスコミから一斉報道がありまして、まあ、話題になっているところです。もう先ほど自見大臣の認識をちゃんとお伺いできてよかったので、もうあの時系列といいますか、あの時間の事実だけ今から伺いますね。自見大臣にお伺いしたいのは、この3月28日メタンガス爆発が起きた当日に、自見大臣に何らか万博協会を通じて報告があったと認識しておりますが、それは何時でしたか、教えてください。3月28日に発生をいたしましたガス爆発事故、まあ、10時55分ごろということでございますが、につきましては、当日の夜になりますが、経済産業省より一報を受けた私の秘書官から私が報告を受け、で私は人的被害がないことを確認したところでございます。で数字についてということでございましたけれども、博覧会協会から経産省への事故の報告があったのは同日の18時27分でございます。
ございまして、私への報告というのは21時36分ということでございます。私は翌日でありますけれども、当日当然ながらバッドニュースほど早く大臣に挙げるようにと日頃から申し上げておりますので、速やかに報告がなかったことは厳しく注意をしてございます。明確なご回答ありがとうございました。この万博協会がちゃんと情報を出していませんよということを本日申し上げたいので、ぜひ聞いておいてほしいんですね。で、先ほど の質疑でもありましたけれども、万博協会の説明ではこのパネルなんですけどね、左側が、消防署の火災時系列の記録なんです。これもともと全然万博協会が情報を出さないので、大阪市民の方が情報公開請求して、で消防の記録からしておかしいやないかという話になって、でようやく、19日に朝日新聞が報道した、それをパネル掲載しているものですけれども、先ほど4時間半何をやってたんやというお話ですね。この記録、資料2の消防署の記録の方を見ていただいたらそうなんですけど、10時55分に、爆発、メタンガスの爆発が発生して、で15時半、4時間半後に消防署に電話連絡があった。この4時間半何やってたんやっていう話が問題になっているわけ で、工事業者にはしっかり指導しているんだと自見大臣もおっしゃってて、で、万博協会もこの工事業者に指導していると言ってるんですけど、ただこの資料をよく見ていただきたいんですけど、10時55分の5分後11時に、これは工事業者ですね、この工事の接種は万博協会で、工事を請け負っているのが、鹿島建設、飛鳥建設共同企業体という、JV なんですけど、それの鹿島側が、請け負った工事部分なんですけども、これ鹿島が工事業者が爆発発生5分後の11時に、爆発を起きたことを関係先に連絡してしたって書いてるんですよね。でこれ、万博協会なんですねっていうこと自体が発覚したのが、昨日です。万博協会は自分でそれは言ってこなかったんです。万博協会に5分後に工事業者が接種に通報してますので、だから4時間半何やってたんやって万博協会が言えるものではなくて、万博協会何やってたんやっていう問題ですよね。でこれ4時間半何やってたかは、これ昨日出てきたのでまだ分かっていませんので、大臣にはもう今回答は求めませんが、4時間半万博協会何やってた、だって下手したらこれ電話すん連絡すんなって言ってた可能性もありますのでね、万博協会が4時間半何やってたかこれから明らかになると思いますし、私も調べを進めていきます。で万博協会がまだ出してないものを2点言っておきます。これ写真、唯一公開されている写真これだけなんですよ。で爆発事故100平米なんで 10×10m なんでかなり大きいのに、見切れてる写真1枚だけなので、市民の方も出せ出せって言ってるのにまだ出していないので、もう自見大臣からさっさと出してください。見切れていますので、はい、それが1点で、あと万博協会がじゃなくて消防署ですね、消防署の事故記録、ここ下が続いてるんですけども、そこで、朝日新聞も報じていますが、床が破損したと万博協会言ってるんですけど、床と天井が破損してるって消防署は記録しています。でそれも万博協会認めてなかったんですけど、本日正式に認めたみたいですね。万博協会が認めたんですっていうことを大阪府市が、地方議員に紹介しています。でそれと同時にです、先ほどですね、工事業者の鹿島も天井って認識してたんやけど、ちょっと報告違いやったみたいやみたいなことを取材に私の調査ですけども回答があって、まだちょっともう先ほどのことなんでまとめられていませんけれども、床だけじゃなく天井なのにもうあってたのに本日認めてるという状況ですので、先ほど何時に報告があったということで、うんうんとおっしゃってるんで、大臣もっとこの万博協会やばいんで、隠しすぎているんで、ちゃんと調べてすぐに出してください。でこれ調べをしたらですね、もう万博これ中止せざるを得ないですよ。そもそもこんな万博協会の隠して、事故を隠してやっておりますので、この万博は中止せざるを得ない。そしてこのような状況のままでね、進行しているのが子どもたちの遠足です。
遠足は文科省の所管だからっていう省庁への問い合わせの結果だったので伺いませんけれども、これ大阪を中心に今学校現場大混乱しているんですね。と言いますのも、この5月末こんなことが起きたのに放置して、で5月後半になってやっとマスコミにバレて、いろいろ万博協会も今日の段階でも新たに認め出したりとかしている中で、粛々と5月末を締め切りとして子どもたちに遠足を申し込めっていうのを大阪府が続けているんですよ。これもやはり万博担当大臣の責任でですね、これは中止やと一回止めなあかんと言っていただきたいんですよね。というのもこれ遠足もまあ結構むちゃくちゃなんですね。とにかく全てがむちゃくちゃなんですが、大阪府だけではないです。これは大阪府以外近畿の他府県でも同じ動きがあるんですけども、大阪府が出している資料では、大阪府は小中高と無料招待事業で進めていると。もう無料なんや、これ税金ですけど、税金でもう無料チケット交換やと。でこれのはもう引率の先生も入れて約95万人いらっしゃいますの で来年の4月から7月に1日1.4万人入場するという、かなり無茶な事業を計画してて、でそれを各学校にまだパビリオンのことも決まってないし、でこ の休憩所がここですね。この絵の今回爆発、これ機能枠350億円の機能枠ですね。その隣のブースのグリーンワールドっていうブースのこの赤いところの火災発生しているところ、こうトイレ棟が爆発したんですけど、このエリアで休憩所があって、ここが子どもたちの休憩所やっていう話で、で早5月末までに申し込めやって大阪府が言ってて、そんな無理やろって、無理に決まってるじゃないですか。でももう無料でチケット交代で5月末までに申し込めと。でこれね、もうすごく問題があって、遠足っていうのはなんか面白いとこ連れてったるからって適当なおっさんが言ってるとかそういう話ではなくて、遠足にはちゃんと目当て獲得目標があるんですよ。子どもたちに何を学んでもらうか、ここ一切わからないんですよね。でパビリオンも希望出せないんですよ。イスラエルの館に行かされるのか何か出せない、勝手に万博協会が割り振るってことになってて、だから子どもたちに何を学ばせていいのかさっぱり不明な中、申し込まなければいけないってことに学校の先生が頭を悩ましているんですよ。忙しい学校の先生や校長先生にそんなことで頭悩まさないでください。私としてはこれ万博は中止するしかないんですね。そもそもここまでむちゃくちゃになってしまった万博協会がこのように工事業者にまで口裏合わさせてね、いろいろ隠しているっていう、もうこの万博っていうのがここまでむちゃくちゃな背景にはやはり夢島開発が間違っているという問題があるんです。この夢島開発というのは松井一郎元市長がカジノを誘致させるっていうためにこの夢島開発を決めています。でカジノ誘致にあたり万博も呼び込むことで国のお金、そして、それ国民のリソースですよね、それをこの夢島開発にぶっ込むことができるから、だから2025年にカジノとこの万博を同時開催やって決めて 進めてきた。だからこれが根本のスタートなので、ここが根本から間違っているので、結局蓋を開けてみたらこれゴミの処分場ですから、メタンガスはもう向こう数十年発生します。今1日 1.5 トンが発生すると、これは赤田の調べですけども言われています。だからずっとメタンガスがこの場所でも出るし他でも出るんですね。むちゃくちゃな場所なんです。もうそもそも中止するしかないんです。これからさらに万博協会の情報隠しが注目されてますから明らかになると思いますし、私も力を尽くしていきますけども、やはり根本は万博中止しかない、これを申し上げて終わります。Mm-hmm.